はい、無駄な努力ご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、プレイステーション用の、ジョイスティックですね、アスキーの、ファイターズスティック V ですね、こちらの状態のいいものを入手しましたので、分解清掃をしていこうかと思います。ボタンのへこみとかをね、全然なくてですね、おそらく、見た感じ汚れぐらいしかないかなという形で、まあ、決め打ちで買ってきました。はい、ラベルですね、550円となっています。税込み550円でした。まあね、ボタンのね、ゴムのところが切れてるような感じもないですし、汚れが挟まってる以外ですね、ジョイスティックの硬さもまだまだ十分残ってたんで、これからも使えるかなというところで、まあ、大丈夫かなと思っています。はい、それではですね、まあ、裏側、ちょっとラベル写した後、分解清掃をしていきます。これですね、多分ですけど、なんか、56A06 と書かれているんで、プレイステーションの、時期から考えた多分1996年ですね、に製造されたのかなと勝手に思ってます。当時ね、確かプレイステーションで鉄拳1が出たとかね、確かそんな感じで盛り上がってた時代かなと思います。で、今はね、10倍速で再生していますが、最初ネジ外したらですね、見えるネジだけ外しても蓋取れねえと思っていましたが、ゴム足の下に、ネジが2本隠れていました。はい、これがご開帳した姿です。ね、裏側は、サビがほとんどありませんでした。ただですね、表側はですね、裏蓋の表側は、どうもね、使い込まれた点サビみたいなやつがね、ポツポツといっぱい見られています。はい、分解してみたらですね、とりあえず中身はスカスカなんですけど、とりあえずですね、分解をしていきます。まず最初にですね、ジョイスティックの玉ですね、ボールの方を外していきます。マイナスドライバーで、軸を固定して、手でクイッと。緩めたら、あとはもう手で取れます。まあね、こういうところね、まあ今はね、私たちと同じような年のおっさんになってるはずなんですけど、当時のちびこはですね、もう、汚ねえね、外で遊びまくった手でね、お菓子バキバキ食ってね、お菓子のカスやらもうなんかもう多分いっぱいね、中に詰まってんだろうなと思われます。とりあえずね、もうとにかく分解できるところは分解して、一回全部水洗いをしてから、まあ私のものという感じで使っていこうかと思います。あ、ちょうどね、今ドライバー入れ替えましたけど、当時のね、ジョイスティックね、プラスチックで型抜いたところに、そのままタッピングネジをぶっ込んで作ってますんで、普通のドライバーだと思った以上に硬かったです。ですので、ねじり強度のある、まあ、ねじり剛性ですかね、がある、ロングドライバーに入れ替えて作業をしています。これで、ネジ全部抜いてみたんですけど、確かね、サイズがほぼほぼ一緒でした。全部一緒ですね。なので、いちいちね、ネジを細かく分ける必要はないみたいですね。はい、これでボタンの押さえですね。基板のたわみ防止のプラスチックは全部外しました。それではですね、基板側をめくっていきます。で、基板めくりますと、当時ですね、アルプスさんで、委託生産されていたんですね。アルプスというロゴが見られますね。で、ボタンの方を外していきます。で、こちらが、連射ボタンですね。スライドスイッチになってるんですけど、中で実際には、2点ですかね。2段階の、連射機能を持っています。
ジョイスティックの、CPU というかね、メインとなる IC は、ASCII さんのオリジナルですね。ですね。下に9545と書かれているんで、95年に作られたんですね。95年に IC は作られて、多分96年に、実装されて、世にジョイスティックとして流れたんですかね。そういうものっぽいですね。これね、ちょっと電線がね、思った以上に細いんですね。これ、グッとやるともうプチンと消えちゃいそうなんで、慎重に取り扱っていきたいなと思います。それでですね、ジョイスティック部の方を、外していきます。当時のね、ジョイスティックはね、4方向、いわゆるプレイステーションのコントローラーもですね、ファミコンと同じで、上下左右の4点しかなかったんで、いわゆるタクトスイッチといえばいいんですかね、レバーが倒れた方向で、スイッチが入力される4方向のものを使っているんですね。で、プレイステーション2以降から、アナログジョイスティックですね、倒れた角度も、倒れた量とかですね、そういうのもできるようになってます。で、映像にはないですけど、水洗いを全部しまして、プラスチックの側は、全部ピカピカになっています。で、基板側、とゴム側ですね、ここだけは、水洗いできませんので、接点復活スプレーで、接点だけ磨いていきます。まあね、スイッチのところはね、ゴミ紙が全然なかったんで、まあ、いちいち磨く必要があるのかっていうのもちょっとあるんですけど、まあまあ、およそ20年経ってるですね、ジョイスティックですので、これからも末永く使うために、きれいにしていこうかと思います。はい、基板側の接触部もですね、接点復活スプレーでそのまま磨いていきます。それではですね、ジョイスティックの側に、取り外した部品を全部組み付けていきます。今回ね、構造が結構複雑だったんで、水洗いした後ですね、乾燥に3日かかりました。なかなかね、ちょっとね、余裕がないと、待ちきれないツールになっちゃいそうですね。他のね、ゲームコントローラーはね、もうそのままタオルで拭いて1日で乾いたんですけどね。で、ここのね、いわゆる連射ボタンですね。ここの構造がちょっとね、キツキツになってるんで、指のぶっとい、私にとっては、むちゃくちゃやりにくい作業でしたね。これね、皆さんもやろうという方はですね、比較的、指のでかい人はですね、部品が落ちる覚悟をしてもらってですね、忍耐でやってもらった方がいいかなと思います。この後ね、裏の金具部分、私も落としちゃってね、えらい目にありました。はい、それではですね、10倍速でバーッと流しながら、作業を見ていきます。ここでね、そろそろ金具が落ちます。落ちてね、これ拾うの大変だったんですね、これ。はい、まあこんな感じで、金具を乗せてですね、最後基板でギュッと押さえる感じでやっていきます。でですね、次に水洗いを し終わっているこのボタンですね。この中のね、裏側のこのへこみのところに溜まった水が全然抜けなくてですね、乾燥に随分と時間がかかりました。でここ今私組み付け間違ってますね。この白いやつを入れなきゃいけないって途中で気づきまして、白いやつにを、間に挟もうとしています。はい、こんな感じですね。はい、そこからですね、基板を乗せて、
基板を載せていくところです。実はね、これね、基板乗せた後で気づいたんですけど、青ボタンですね。プレステの青ボタンのですね、角度が180度、ずれて乗せてましたんで、ポッチの位置が全然合わずにですね、ボタンが飛び出さないというのが、後で気づいて、再度、付け直しをしております。そこのね、映像もあるんですけど、まあ、そうなるんだと思ってね、見てもらえればなと思います。はい。でですね、ボタンの感触をチェックしていきます。ボタンの感触とこのスライドスイッチですね。あ、まだでしたね。多分いけんじゃねえのかと思ってね、こうやって載せちゃってますね。はい、載せました。それではですね、ボタンの感触をチェックしていき、あら、ジョイスティックの方の固定でしたね。はい、していきます。あれ、このバツボタンがね、効かねえじゃないかと。チキショーということでね、もう一回分解の方しています。かねえじゃねえかよとね、これ180度直してねやってます。で、おね、おっと、こうね、感触戻ったなというところで、納得してですね、はい、組み付けの方しております。いい感じですね。はい、それではですね、仮組みの状態で感触をチェックしていきます。お、全部のボタンいけんじゃねえかと。ね。当時ね、スト2をやるにはね、スト2をやるとかね、鉄拳はなんとかコントローラーでもいけたんですけどね。この後プレステで確かスト 2EX とかの発売もありましたんで、ね、やっぱり、どうしてもこのカプコン6ボタン、ね、使いたいっていうのは、やっぱりこう、ツールとしてね、やっぱりこう人気があったんでね、皆さんもね、ぜひとも、懐かしんでね、使ってもらったらいいかなとか、思っちゃいしますね。ね、これでジョイスティックの方を直していきます。このね、棒とね、玉全部ね、もう、修正洗剤でガスガス洗いました。なんかね、見たことのねえね、なんかホコリみたいな、カスみたいな変なのがね、バーッと浮いてきてですね、うわ、気持ち悪いなぁと思いながら、掃除をしました。これからですね、私の、まあ、いいジョイスティックとしてですね、使われていこうかなと思ってます。これですね、ジョイスティックのボールをギュアッとね、固く締めましたので、まあこれでもう一回も緩めることはねえだろうなという感じでやっております。これね、昔はあったんですね。なんかスタートボタンでね、ゲームを途中で中断できるモードでね、今度逆にスタートボタンを自動連射するモードがこいつにはちょっとついてるんですね。これで、シューティングゲームを強制的にスローにできるっていうね。まあ、当時で言ったらチート級じゃねえかよ、なんてね、思えるような機能なんですけど、まあ、今じゃなかなか流行らないですね。はい、動作としてはね、全部良さそうなんで、最後にネジを締めて、終了となります。はい、ネジ締めも長いので、10倍速になっています。
これね、外したゴム足はね、ダイソーで、ウレタンスポンジのゴム足売ってますんで、これを貼っていこうかと思ってます。で、この後ね、Windows にそのまま、変換コネクタつけて動作確認をしたんですけど、全部全く問題なかったので、動作は良好でしたので、まあまあ良かったなというところです。それではですね、動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。